アブサラとレインボーコーヒーのビジネスアンテナ。やってきましたビジネスアンテナの時間です。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 もう一度言います、 761@fmkoza.jp となってます。ファックスは 098-934-8653、また FM 講座ではユーストリームで映像と音声を配信しております。 FM 講座のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。で、今日のパーソナリティもユキとキッキーと水谷とシンバルです。はい、お送りしていきたいと思います。はい、今日もよろしくお願いいたします。今日も、はい、素敵なゲストさんいらしてますので、後ほど紹介させていただきたいと思います。はいですね、そうですね、今日もちょっとレインボーコーヒーの情報から先に行かせていただきたいと思うんですけれども、先週も紹介しましたバーベキューの方が始まっておりまして、こちらは北中城店の方でですね、あのバーベキューの方しておりまして、で北中城店はですね、店内よりは逆にテラスの方が広いんですね。ベランダでしょ。ベランダです。すいません、前からベランダベランダみたいな、テラスですね。オープンテラスがとっても広くなってますので、また結構絶景でね、高台なので、絶景を眺めながらのバーベキューを楽しめるっていうのが、5月から始まってますので、うん、システムとかってどうなってるの？そうですね、システムはプランの方から選んでいただける形になってるので、うん、ABC のからですね、まあ、A の方はお肉がメイン、はいはい、お肉オンリーって感じですね、うん、まあ野菜もありますけども、はい、B の方が海鮮、海鮮、はい、お肉はすみません一切こちらは入ってません。シーフードのみ、もうシーフードのみですね、はい、で C の方がもう A と B のミックスした感じ、はい、なってるんですね。なってるので、まあどちらも楽しみたいっていう方はもう C 選んでいただいて、まあお肉が好きなんですっていう、もうお肉メインでいいですっていう方も A 選んで、 B はもう本当海鮮のみ、シーフードヘルシー志向なお客さんには B がおすすめかなと思うので、こちらも楽しんでもらいたいですね。一応コーヒー屋ではあるんですけれども、夏場はこういったバーベキューとかも楽しみながら、コーヒーも楽しみながらっていう形で、これレイモン、さっき言ってたやつはマジな話？何ですか、さっき言ってたって、このビジネスアンテナ聞いたよって言ったらタダになるっていう、いやいや、行ったことないです一切行ったことないですねすいません、はいただこちらの、ね、メッセージを送っていただいたお客様には、レインボーからですね、500円の金券、ね、プレゼントしてるんだよね、プレゼントしてるので、うん、まだ始まって1回もないという寂しい現実が今あるのでどんどんメッセージください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、でそれでは曲ですね、最初に入れていきたいと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。まだかかるのかな、まだね、ね、はい、レインボーコーヒーすいません、この前もちょっと発表したんですけども、パーラーレインボー茶谷町のアラハビーチの方に、こちらちょっとすいません、コーヒーがメインではないんですけれども、まあ海といえば、まあ、かき氷ですとか、カレーライスとか、そういった とビールも冷えてるのがガンガンオリオン置いてますんで、こちらの方も、まあ、レインボー系列パーラーレインボーって言いますので、こちらの方も夏場10月いっぱいですね、暖かい間はずっと開けてますんで、はい、こちらもよろしくお願いいたします。お願いします。曲の準備できたので曲からよろしくお願いします。はい、曲行ってみましょう。ちなみに今ユーストリームでもうこう、まあ、配信してるんですけど、はい、
こちらのマイクが広いんですね。はい、広いので、はいはいはい、見てる方も退屈せずに。はいはいはい。あ、そうです。で、遠くに、はい、で遠くに戻った時はもうこちらはまた下げて。というのも、そちらとマイクのやつを別のところから流しているので、一緒に上げてしまうと、ハウリングを起こして聞き取りづらくなってしまう。こちらもこちらは下げっぱなしにしてる、はい。このマイクを使うときは、そうですね。ちょっと下げて。あ、そうなんですか。自分でやってみようと。へぇー。いいじゃない。言っていいじゃない。いやいや。あ、下げる？もう CM いいと思います。 CM いいと思います。 CM はこのボタンを押したらなるんですけど、これが、まあ、こちらもゆっくり下げていって押すって感じ、まあ、大体5秒ぐらいの感覚でゆっくりフェードアウトしていってからのこんな感じです。はいはい。で、 CM 中はもうこちらも上げていても電波には乗らないので、はいはい、今のうちに次の、 その CM が開けた後のコーナーの準備をしておくというのが必要です。はいはいはい。なので、次が社長さんのコーナーなので、うん、まあ、BGM のやつを準備していって、今週の社長さんはいつでも BGM 流れるようにしてます。今週の社長さんはみんなで言いませんか。ダブルクリックすると流れるんですけど、これを一時停止にして社長さん、あ、いらっしゃい、子供の左の社長さんで、今週の最中に社長さん、全然変わらない、僕は何も知らない状態で来てる。こちらですね、エンターキー。あー、はいはい、はい、CM が開けます。今週の社長さん、いらっしゃい。はい、メインのコーナーとなっております。もっと盛り上げよう。元気だったーって。はい、もうこちらがですね、あの青空とレインボーコーヒーのビジネスなんてね、メインのあのトークの内容となってるんですけども、うん、社長さんの方を紹介させていただきまして、毎週ですね、はい、今日の社長さんも素敵な社長さんがいらっしゃおります。FE スタイルの玉城亮太さん、いらっしゃおります。こんばんは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、ラジオなんですけども、とっても温厚そうな優しげな亮太さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日は、はい、はい、玉城さん、今日はですね、まあ、はい、あの会社の方のです、ね、説明ですか、まあ、業種内容とか説明していただきたいんですけども、はい、あのまずあの会社 の, あのどういった会社なのかっていうのをあの教えていただきたいんですけれども、はいはい、いわゆるですね、あの一般的に言われる IT 企業というやつで、まあ、基本的にはウェブサイトの制作だったりとかデザイン業っていったことをやってます。あとはあの印刷業っていうのもあの合わせて並行してあのやってる会社になってます。はい、なんかこちらの方であのパソコンの方販売もされてるということなんですか。そうですね、一応メインではないんですけど、はい、まあ、IT ということで修理もやってるので、はい、あ、修理とかもしていただけるんですね。はい、そうですね、やっぱり故障して使えなくなっちゃうっていうのもあるんで、そのまま合わせて売っちゃおうっていうので、はい、そういうセットでやってます。へえ、水田さんどうですか。同じ、なんか修理やってる人前もね、うん、来ていただきましたよね。はい、うん、そうですよね、この前も修理、まあ、中古の PC パソコンとか販売しながらね、レンタルとか、あと修理とか補修みたいのでやってるっていう方いらっしゃって、あれよくできるよなと思って。本当ですよね。全くわからない、あのどっちが安いのかな、どっちが安いのかな、どっちが安いどっちが安いのかな、聞いちゃいます。そうですね。ちなみにどれぐらいで、あ、レンタルとかはやってない。レンタルはやってないですね。販売の新品販売ですか。はい、だいたい、まあ、業種にとか使う内容によって、あのヒアリングした後に、まあ、あったような性能のパソコンを、はいはいはい、あの売るという形でやってるので、まあ、安い人もいれば、はい、それなりの金額の方もいらっしゃいますね。はいはい、安いのはこれいくらぐらいで買えますか。まあ、そうですね、あの結局ソフト類ついてくるので、言っても一番安ければでも 5,6 万ぐらい。あ、結構でも結構買えるかも、はい、買えるなんだね。結構僕でもいけるみたいな。キッキーはでも、ね、まだ19歳だけど、パソコンとか興味ある。興味あるんですけど、ちょっとやっぱりこっちちょっと丸い。いやいや、でもね、今の時代必要よ。
パソコンもですよね。そうですね。はい。まあ何どういう仕事ついても、やっぱり今の時代みんな持ってるから若い子もね。一番あれが苦手なんですよ、タイピング。ああなるほど。タイピング。久々に聞いたタイピング。クラスで一番遅くてですね。練習してください。じゃあシンバルさん持ってますか、パソコンは。持ってないですよ。使いたいとは思いませんか。あ、使えますけどね。使えますね。使えるんですか一応。はい、そうなんですか。なんとは PC の保守メンテナンスとかもいろいろやられてるっていう。そうですね、はい、先ほど言ったあの修理だったりとか、はいはい、まあ、企業さん のパソコンの保守っていうのを、ま、あのやってます。はい、はい、ウェブとかもデザインしたりホームページとか作っていただけるんですか。はい、そうですね、もともとそっちがメインでやってるので。あ、メインはこちらホームページ作成っていう形で、はい、そうですね、はい、最近これデザイン良かったなみたいな熱いデザインってなんか熱いのこと熱い なんかファンキーすぎるじゃないですか。熱いデザインというか、まあ大きいところでちょっと某市町村さんの、はいはい、学校のホームページを作ったりとかっていうことをしてます。はい、じゃ学校とかね、いい仕事取ってるじゃないですか。いやありがとうございます。はい、今まあ会社をすいません立ち上げてるってことなんですけども、はい、まだ一応お一人でやられている方。そうですね、はい、まだ一人でやってる感じです、ね、今からどんどん従業さん増やしていきながら。そうですね、はい、増えたらいいですけど、どんどん安定してきたら。はい、はい、あれですか、初めてどれぐらいになられるんですか。ですね、株式会社としてはまだ1年過ぎたところですね。あ、ちょうど1年ぐらい、はい、その前がフリーで1年間やってて、うん、まあ、株式にしようと1年ちょっとでは、それでまあ、なんとか頑張って1年ではやったんですけど。株式総会とかも出てるんですか。ですね、はい、いい質問だ、分かんないもんね。はい、そうですね、あれはですね、大きい企業とかだとこうみんな集めて株主さん集めてこう総会とかやったりするんですけど、まあ、1人なので株主総会って1人なんですよ。なので事務所でこう資料作って OK っていう感じですね。なるほど。このフリーと株式会社って違う、はい、ます？ですね、まあ、やってる政策とかの内容はあんまり変わらないんですけど、やっぱり仕事の取り具合が違いますね。やっぱりね、はい、株をつけたら。そうですね、はい、やっぱり信頼というか信用というかそういうのがありますね。株式会社にするのって結構面倒でした。ですね、まあ面倒ですね。そうなんだ。やっぱり詳しい人はね、すぐできるんでしょうけど、やっぱり初めてあんまり会社ポンポン立てるってことはないと思うんで、あ、うん、今初めての経験をさせてもらったっていう感じですかね。すごい。まあ、株式会社にするのってあれいくらぐらいでできるんですか。お金かかるんですね。ですね、かかるの、あれは確か、はい、行政書士とかに依頼するとまあそこそこ行くので、自分で調べて頑張ってってやるんですけど、結局書類上不備がやっぱりあるので、何往復も法務局と行ったり来たりしながら。うわ、そうなんだ、はい、結構ね30万ぐらい多分かかる。そうですね、そんなにかかるんですか。35、6ぐらい株式にすることでってことですか。そうそうそう、はい、すっげえ35、6万ぐらいだったと思います。そうなんですか、はい、多分それを依頼すると5、60とかになるんですよね。人件費とかそういう料金がかかるということで。そうそうそう、ね、結構信用を得るためにみんなやったり。あ、そうか、そうです。株式やることやっぱ信用性はありますもんね。株式会社何々っていうついてる。そうですね、そういうのありますよね。それと違いはね、僕も分かんないんですけどね、はい、何が違うのか。まあ、玉城さん、こちらの19歳のキッキさんは、はい、将来なんか大きいことをしたいと、社長になりたいっていう願望と夢があるので、はい、まあ、ちょっと質問させても大丈夫ですか。はい、大丈夫です。なんかキッキは質問ある。ちょっとこのIT 企業をやってるんですね、はい、このちょっとお給料っていうちょっといやらしい話なんですけど、ですね、まあ、数字はちょっと言えないんですけど、まあ、もので言うと大体41のテレビが3台ぐらいは、まあでもピンキリですからね。それはもう後で、はい。はもうまあでも正直給料の設定って社長の決めることなので、自分で自分の給料を決めるってのは結構難しいですね。そうですよね。シンバルさん、なんかあります？このテレビメーカーなんすかっつって、台湾から日本製からボタンのメーカー。そこは重要じゃなくない。じゃあなんか紙どこで切ってるんすか。だって金額聞きたいじゃん。
ぶっちゃけた話、ね、まあ、聞きたいではありますけど、まあ、やっぱ社長さんってみんな濁しますよね結構電波乗ってるしね、やっぱそうですよね、うん、まあね、ただ夢がね、持ってればいいですよ ね、売り上げもね、本当ですよね、はい、行くときはもう結構行ったりするんですか。まあ売り上げはやっぱりそうですね、さっきの某市町村のとか受けるとやっぱそういうのは大きいですよね。はい、そういうの取りに行くんですか、市町村とかのとか。そうですね、あの、いや来てもらって打ち合わせしたりもするんですけど、実際はもう行くことが多いですかね、はい、あの営業かけて取りに行く、だいたい紹介して、まあ、こういう人いないんですかっていうのを知り合い捨てから聞いて、それで、うん、話を聞きに行ってっていう感じですかね。あ、じゃあ声かけられるまで待ってないといけないってことですか。ただ僕の場合は実績がなかったのでそうだったんですけど、もう実績作っちゃえば あっちからどんどん来たりっていう、あっちのやりましたよっていう実績があるので、はいはいはい、そういう意味では向こうそういう行政側からもこうそういう信頼どっかでやったんだなっていうのが分かるっていうのは強いかなと。じゃあもう勝ちじゃないですか今から頑張ります。そうですね、ちょっとここでコメントが、メッセージ、ふにゃにゃんさん、はいはいはい、こんばんはって来てます。はい、こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。次はもっと遅れやっていう、まあ、貴重なコメントですから、はい、まあまあまあ、ありがとうございます。こんばんは、メッセージの方もお待ちしておりますので、ちょっとここでお話の途中なんですけども、曲の方を入れたいと思います。あの、玉城さん、ブルーハーツが好きってことなので、はい、とっても好きですね、はい、こっち あの番組では全部ブルーハーツなんで、はい、ああ素晴らしい、はい、次何がかかるのか楽しみなんですけども、曲の方よろしくお願いいたします。10分だから8分ぐらいじゃない？ 7 分ぐらい。ああ。なんか、チッキ、舌の先っぽに何かができてるとか言わんじゃん。ああ。恥ずかしくて言えないですよ。キノコが生えてるって。舌の先から。舌の先から。そしたらこっちで、わーおーって。いいですね、それ。いいんじゃん、勇気、ど真ん中。いいんじゃん。いやー、ちょっとあれっすね。キス敷いて、ほうしり。いいけどな。ちょっと違う、あれしましょう。本当に。このパソコンは、次、あれ？でも、はい、残り時間と CM、聞き込め。このパソコンなんですけど、音楽で、で、そのまま引き続き、はい、メールで、時間来たのも終わりました。これ、ライトハウスファンだけでいいです。ごとまりは。はいはい。それがなんか先週でも、もう、あ、先週、ここさえ動かせなければ、はい、もう、はいはいはい。引き続きで、こんな感じで、もし来たら、だけでいいんじゃん。開いて、見てみますよ。医療アパートって誰に来ればいいですか。あ、こういうところ行きたいと思いますか、トマスロさんで。あ、いいんじゃない。どういうところですか。バーベキュー、うん、バーとバーベキュー、はい、室内バーベキューみたいな場所だと思うんですけど、この後は助成金の話っていう、あ、助成金の話は一回やめてて、この後ルパン流す、 CM 行こうかな、ルパン流す、ルパン、あ、ルパン流した方がいいんじゃないですか、流さない、流さないと、キッキーの方なんですね、うん、キッキーの独特情報は行った方がいいんじゃないですか。あ、じゃあそうしよう、あ、そうなんだ、じゃあルパンで、はい、はい、一回やってみます、食べられます、大丈夫です、キッキーの独特情報、今週の情報はちょっとコマーシャルだけになるんですが、先週ゲストに来ていただいたバーベキューライトハウスさんから引き続きご来店時に青空とレインボーコーヒーなビジネスアンテナを聞いているとおっしゃっていただいた方に、なんとドリンクオアバーベキュー串を無料でプレゼントしてくれるそうです。先週来ていただいたイケメン、そうイケメンの、あの今週もイケメンやないかもちろんですよ、もちろんもちろんですよ、はい、
あのバーベキュー串、バーベキュー串ですね。バーベキュー串、はい、何だったっけこれ。なんかね言ってたよね、バーベキュー串、なんか一番人気の、うん、まあ、商品が言ってたから、うん、それがこのラジオを聞いたっていうことを言っていただくだけで、その人気、一番人気商品が食べれると、はい、俺が言ってももらえるかな。いや全然もらえると思うんですよ。全然まあまあ聞いたよって言えない、はい、出てますよねとか。はい、そういうサービスがあるっていうのをぜひ言っていただきたいね。キッキー知ってました、はい、あのバーベキューバーっていうの。いや全然知らないですね。新しいなんか組み合わせな気が。いやでも来た、本当に話聞くだけでやっぱ店内でバーベキューできるっていう、はい、この雨の日でも全然、台風の日でも。ここから結構近いですね。近い、はい、あここら辺なんですか。あのなんつうの、中野町っていうの。あ、なんか本当にじゃあ近いですね。通りも全然あんま目立たないかなと思って、結構お店の前来たら結構もう賑やかで、 お客さんも全然いっぱいいたんで、とてもなんかいいみたいな。なんかねちょっとおしゃれな感じでしたよ、見たら、うん、バーベキューバー。そうそうそう、バーベキューバーベキューバー、まあ、フレアとかでこう、はいはい、ボン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 ボトル投げながらこうパフォーマンスもやってくれるんで。本当ですか、すげえ。そうなんです、店員さんみんなイケメンだったし。おイケメン、イケメン、わかりますわかりますわかります、イケメンです。はいはい、すいませんすいません、はい。まあ玉城さん、あのすいません、先ほども聞いたんですけど、はい、ブルーハーツが好きっていうことだったんですけど、はい、ちなみに一番好きな曲とかありますか。僕ね、一番好きな曲って言われると困るぐらい好きなんですよ、全部。シンバルさん好きな曲。俺歩く花。歩く花。あ、知ってます、歩く花。知ってます知ってます。エンディングで流してる、はい、僕らこの番組で、はい、歩く花も流してるんですけど、全然じゃないですか、本当にもう一番これがいいっていうのとかは。でも言えないかもよ、言えないかな、名曲揃いだから。そうですね、確かに僕、俺とね、キッキーはね、あんまり知らないです。僕も青空知ってます。窓って知ってます。窓開けよう。窓知らないです。あの、うん、DVD にだけ載ってるんです。あー、じゃあ分からないですね。 CD に何探しても載ってない。超超マニアックじゃないですか。そうそうそう、話合うじゃないですか、シンバルさんと。本当に何に入ってるのかなって聞きたい。多分喋ったらもう飲んだら止まらないかもしれないですね。あ、飲んだ。お酒も好きですか。結構大好きですね。僕飲めないんですよ。いやいや、飲めるでしょ。そんな柴田さんだいぶ飲んでるじゃないですか。結構毎日。いやいや、そうですね。これが終わったら行くんじゃないですか、また。はい、で、まあ、結構玉城さん、他になんかこちらの会社のアピールとかってありますか。アピールですね、やっぱり、なかなかIT、 あのウェブと印刷一緒にやってるところが少ないので、そこをまとめてあのデザインして、統一性のあるデザインをウェブから紙までやってる、ワンセットでやってるっていうのが結構売りにしていますね。はいはいはい、結構でもパンフレットとかも作られてるんですけど。そうですね、お店とかいろんなそういうところからの依頼もあります。結構、はい、今やってるのは沖縄市にある某ホテル の、はい、あのパンフレットとホームページを一緒に今言ったような形で。明日多分あのレインボーコーヒーから注文いくと思う。ちょっと急すぎます、一応検討させてください。よろしくお願いします。めっちゃ無理だな、ほんとに。だなんかあれば、はい、ぜひお願いします。こっちが来ますから。はい、でもいろいろねやってる、まあ一人で大変ですね。でもね、いろいろこんないっぱいやられてて、はい、もう3人分ぐらい働かないといけないですからね。だからちょっと痩せてらっしゃるんです。僕は決して痩せていません。めっちゃ無理ですよね。いろんな意味で。はい、水田さんも時間も少なくなってきますけど、何か聞きたいこと、同じ起業家として聞きたいこととかありますか。あれでもないんですけど、はい、いやどうですか、あの最近は景気はいいですか。まあもっと良くなればいいなっていう感じですかね。悪くはないですけど、やっぱりもっとどうなんですか ね、 こうね、今結構みんな聞くとちょっと良くなってきたよみたいな。そうですね、でもまだまだなんかそう実感とか体感としてはない、まだないかなっていう感じですかね。そうですか、うん、ここあれですか、誰か雇ったりとかいう予定っていうのは。まあ一定の僕の限界が来た時点で。まあそんなもん。どんな人が雇ったりとかあれば。あ、そうですね、でもどですかね、まあ、面接の時に聞けますか。まあやっぱりでも小回り聞く人とかだったらね、いいですけどね。そうですね、うん、僕からでも最後に好きな言葉とかはありますか、
僕ですね、あの人の言葉ではないんですけど、とりあえずやるっていう、とりあえずとりあえず動くやるっていう、行動する、はい、そういうことですね。ああ大事かも、はい、それは僕も行動すれば何かが起きるとね、はい、うん、やっぱりもともと起業をしようっていう気持ちはあったんですけど、うん、ずっとそれがくすぶったまま長い間あって、はいはい、結局何も考えないで動いたのが一番良かったっていう、うん、そうですね、やっぱり行動が伴ってからこそ結果がついてきますもんね、うん、そうですね、はい、はい、僕もそこは大事にしていきたいなと思いますけども、キッキ最後にありますか。そうです、 IT 企業ってあの上がったり下がったりあるんですか、この波っていうか。ありますよ、あれは、はい、仕事の取れ具合によるので19歳15歳な本当に全く知らない世界なんで、いいよいいよ、わからないから聞くんだよ。ただ忙しいシーズンとかそういうのはないですかね、あの、うん、例えば年末は忙しいとかそういうことはないですかね、仕事取れる時は忙しいっていうだけで、うん、あ、仕事もう仕事次第で、そうですね、なのでもう営業バンバンかけないと、うん、そうですよね、はい、いや、ともども日本と頑張っていきたいなと思いますけれども、もうエンディングの時間となってきましたけれども、今日ありがとうございます、はい、本当楽しい話、はい、本当にありがとうございます、ありがとうございます、よかったと思います、本日のゲスト社長さんですね、FE スタイルの玉城亮太さんでした。どうも本当にありがとうございました、ありがとうございます、はい、また来週ですね、どんな社長さんがいらっすのかは、いらっすのかっていうのもおかしいですね、いらっしゃるのかまだ分からないですけど、はい、こういった風に楽しい時間を、また情報をですねどんどん発信していきたいなと思いますので、起業を目指している方ですとか、まあちょっと大きいことをやりたいなっていう方たちとかですね、どんどん聞いていただいて、メッセージどんどん送っていただきたいなと思いますので、レインボーコーヒーのチケットもめっちゃ余っておりますのでメッセージぜひよろしくお願いいたします。今日のパーソナリティもじゃあユキとキッキーと水谷とシンバルでした。ありがとうございました。バイバーイ。